はい、チープロジェクトへようこそ、チーさんです。ロストジャッジメントを続きやっていきましょう。準備整えるって書いてたんだけど、結構準備整ってるからな。だからまあこの感じでいくか。うん、よし、行きましょう。もう準備はできてるよな、俺。自問自答。こっちの準備はできてる。あとは沙織さんが出てくるのを待つだけだ。自問自答するんだな。普段はね、他の人が、もういいって言ってくれるから。なんだけど。沙織さん、どんなにしたか覚えてないんだよな。あ、こんなにしたな、そういや。なんかやっぱもっぺんさせた方がした方が良かったかな。なんか新鮮味ないよな。なるほど、これは確かにいいね。マリ姉さんのおかげです。完璧に仕上がってる。さすが、バッチリだよ。でも高級転換ない。では参りましょうか。クイーンルージュへ。庶民的な感じないけど。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといてよ。星野くんが言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけです。一晩でいける？自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ、姉さん。クイーンルージュに行きましょう。前にも一度潜入したお店です。うまくやれます。よし、沙織さんになったぞ。行くかい、沙織さん。わー、八神のその声聞くのいいな。あー、八神がついてくる。走れないんだ、沙織さんの時は。いつものことながら背高いな、八神ほんと。なんかいつもプレイしてると忘れるけど。いい感じこれ。まあ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 、もうこの沙織さんの顔にも慣れたな。やっぱ女の人も助手に入れた方がいいよ、八神さん。このお店、近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて3年前覚えてんのすげえな。言って欲しかったってさ。潜入キャバ嬢再びですね。あ、その前にこれ渡しとくよ。無線のイヤホン。うまく阿久津んところに行けることになったらそれで連絡を取り合おう。何かやばい時はすぐ助けられるようにしとく。わかりました。背中は八神さんに預けます。刺されるんか。ああ、それじゃあよろしく。ああ、沙織さん、本当に沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか、店長。元気元気。あら、そうでもないか。そうでもないの。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い、安い、接客はまあまあって感じの方針なんだ。牛丼屋じゃん。キャバ嬢の牛丼屋。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ。で、経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。
でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。悪循環だな。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。 RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど。それはある。目的は RK 幹部阿久津の居場所をつかむこと。店のナンバーワンになるのはほんのついでです。だから本気で楽しんじゃダメですよ。綺麗に着飾ってても今は仕事なんです。阿久津さんとはどちらで会えるんですか？場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第だね。もうボーナスもらう気満々じゃないの。でもきっと沙織さんならいけると思う。その息だよ。めっちゃ主戦度みたいになってるけど。お金欲しくて一晩キャバ嬢やってるみたいな。聞こえる？沙織さん。ええ、入店は問題なかったみたいだな。誰だ助っ人？今のうちに杉浦だろ多分。助っ人？ああ、阿久津に会えるようになったら全員でかかれるようにね。それまで頼んだ。いいですか？今から私は店のナンバーワンです。接客の鉄則は相手を褒めること。やるんです沙織。もしついた客が実の父親でもふにゃふにゃになるまで褒め倒すんです。褒めるか。あら、あんたが店長の連れてきた大型新人さん。なに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 、なんか思ったより年がいってるみたいな。お前に言われたくねえ。沙織と言います。どうぞよろしく。ふーん、あんた今までどこの店で働いてたの？なんでこんな茶色いんだこの女たち。普段は色薄ない。なんか普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと？この仕事舐めてる？そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。 なるほど、ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。何その口の聞き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですね。強い。あ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したらお客様が楽しめなくなってしまいますよ。強いな。いいぞ。見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの？この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はないよ。なんでそんなお前ら色薄いのね。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります。よろしくどうぞ。じゃあ見せてもらおうじゃないの。なんでこんな喧嘩欲しいなのよ。店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。ああ、女同士のプライドをかけた戦い。私こういうの好きかも。怖いよ、もう女って怖えな。ねえ、弁護士様でしょ。まあ女性あんまいないからかな、ケンジって。メグです。やっぱ男性多いじゃん、ロストジャッジメント。クニコです。はじめまして、沙織です。おい、おお、沙織ちゃんね。お前ら何しに来てんだ。座って座って。いや、綺麗ですね。おい、本当に。お前いい加減にしろよ。最高。どうも、はじめまして。実の父親以上にヤバいとこ来た。どういうことですかこれは。まさか八神さんからの助っ人というのはこれ。全然助っ人になってないし、むしろ逆光が。これはやりづらい。どうしよう。でもな、俺の発する、あ、でも意義ありは聞きたいかも。この重鎮の震え上がらせたもんでね。すごいですね、さすが弁護士先生。やってるぞ。あー、ずるいですよ、源田先生ばっかり。酔ってんなこいつ。僕もね、こう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。星野くん優秀なんだ。へー、へーって。司法試験？
ちょっと待ってよ、嘘でしょ。君たちもしかして司法試験知らないの？日本一難しい資格試験なんだよ。聞いたことぐらいはあるでしょ。資格なんだ。私も漢字検定3級取ったよ、中学の時。そんなのと一緒にしないでよ。漢字検定も立派な資格ですよ。めっちゃ塩対応なんだけど。司法試験に受かったなんて、そんなのもうずいぶん昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてない。やばい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 。トゲがすごい、彼氏に対しての、ちょっと沙織ちゃん、お客さんに向かって何言ってんの？何言ってんの？しまった。あんまり星野くんがアホなこと言うからつい突っ込んじゃいました。キレッキレ。そうですよね。つまんない自慢なんかして。やばい。星野くんナイブすぎない？最低ですよね。ちょっとちょっと。でも司法まだ言ってるし。非常に難関でした。頑張ったね。頑張ったんだよね。たくさん勉強しないと受からないです。もちろんもちろん。嘘。泣いてるじゃん。ここはうまくごまかして場を盛り上げる。不本意ですが、不本意ですが、星野くんを褒めるんです。いや、なんか真っ当な意見で言うとこれなんだけどさ、褒めろって言われたら違う気がする。これかな。どんなに過去のことでも、そのやっぱり素敵、すごいですよ。いつまでも自慢して許される過去の栄光です。だって司法試験なんですから。過去の栄光、そんな言い方されるとっていうか、そんなにすごいの司法試験って。ああ、そういえば私のいとこもう3回挑戦して全然受かんねえって言ってたし。でもそいつ東都大出てんだよ。東都大出た人が受かんないの？あ、じゃあそれってマジですごいじゃん。本当に。おお、そうなんだよ俺も遠い昔に軽く受かったもんさ。あれ、なんか結果的にうまく話が転がった。すごいですよね、弁護士ってやっぱり尊敬です。二人ともそう思わない？思う。本当か。それに弁護士って儲かるんでしょ。どこ行ってもモテモテじゃん。そんなことないよ。照れちゃって可愛い。今日楽しいですね、ゲント先生。アホなんかな。いっぱい飲んじゃいましょうか。おどんどん行こう。木村も飲むとな。いただきます。ごちそうさまです。結果オーライということでいいでしょう。もうこの先生たちには早く帰ってもらいたい。それ、いや、お前長居してるぞこれ絶対。聞いてくれよお嬢さん方。もうなんか源田先生も回ってきたもん。楽しいぞ。キャバクラってのはいいもんだなってつくづく思うわけだよ。全く同感です、源田先生。とにかくここは接客が素晴らしい。こういう、あー、もう毎晩ここに来たい。朝までいたい。やだ、こういうのがいいんかな。お褒めちぎれみたいな。そうだ、じゃあまた来るってことならキープボトル入れちゃいません？入れんでいい、入れんでいい。いいじゃないですか、弁護士お金持ちなんだし。そうだな、いや、お金はそんなにはないんだけど。嘘つけ。今日はもういいよな。ボス、かっこいい。これでいいんでしょうか。こんなに飲んだら源田事務所が貧乏になりかねないんじゃ。でも売り上げが見込める人と認められなきゃ RK の阿久津と会えないんですもんね。あれれ、沙織さんどうしたんですか。浮かない顔しちゃって。ほら、スマイルスマイル。しばかれんぞお前。沙織君、君はな、もうちょっと愛想よければ華やぐのにと俺は常々思ってたんだ。なんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか。おい、ハメ外しすぎだよお前ら。そういえば確かになんかちょっと時々ね。まずいですね、ここで変に知り合いだとバレたら私めちゃくちゃ怪しいじゃないですか。不審に思われて RK 接近する潜入作戦も全部台無しになってしまいます。どうなんでしょう、
僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ。なんだこいつら、スケッタにすらまずくはないですけど、私たち初対面じゃないですか。おかしな先生、初対面で俺たちがか。おい、やだ、もうどうしたんです二人とも。メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。沙織さん頑張って。別にそういうわけじゃないけどさ、でもなんか不自然は不自然だよね。どうしよう、ここはうまくやんわりと話題を変えてやり過ごしましょう。源田先生に手出すより星野くんの方がいい気がする。あーちょっと待って、ワンコがトントン知らした。ささやこ。ねえ星野先生、こっちのがコロッといきそう。今夜は楽しく酔いすぎちゃったみたいね。すっかり仕事を忘れちゃって。あはほら頭ぼーっとしちゃって。かわいい顔して何考えてるの。いけないこと考えてたかも。星野くん、おい、なんかケチからんぞ。聞いてんのか。明日うち。あ、ねえ、ちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。よかった、なんとかなった。かしこまりました。沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これはすごいな、沙織さん。皆様お待ちください、順番にお伺いしますので。大型新人、期待以上だったみたいね。マジか、すごいね、これは。どうやらうまくいったようですね。あとは阿久津から声がかかれば任務完了です。お前らは何立ってんだ。シャキッとしたな、いきなり。参りました、姉さん。おーおー、数々の失礼、本当にすみませんでした。すごいな、沙織さん。そんな、今日はたまたまうまくいっただけですから。いえ、そんなことないです。なんか、トークの持っていき方も色気だって全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。いやー、3人ともお疲れさ。すごかったね。今夜は客が客を呼んでずっと引っ張りだこだったでしょ。久々の大盛況だったよ。これも沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんとクニコさんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。店長、ここに来たってことはもしかして沙織さんにボーナス出るんじゃありません。ああ、その通り。まさか初日からこんなトントン拍子に行くなんてね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。金一封のボーナス支給だ。今早速表に迎えのタクシーが来てるよ。おー、タクシー。本当ですか、嬉しいです。私もいつかもらえるといいな。うまくいったようですね。これで RK 阿久津の居場所がつかめますね。それで阿久津さんはどちらにいるんですか。着いてからのお楽しみだそうだよ。阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。そうだね。もちろん神室町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。大丈夫だ、沙織さん。俺も今ちゃんとついてってる。すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか。いや、もうすぐにそこですから。神室町からは出ないんですよね。ええ、ご心配なく。この方向、多分半グレの溜まり場に向かってるな。地下にあるクラブ、
俺が相馬と初めて会った店だよ。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に開いてるってことかな。間もなく到着です。お待ちしてました。沙織さんですよね。あ、ここか。すっごい綺麗。阿久津さんが喜びますよ。どうも、お招きいただいて。 RK は稼げる人を大事にするんです。ここに来たのはその素質を認められた証拠ですよ。沙織さんももう立派に僕らの仲間ですね。なるほど、 RK はこんな調子でメンバーや仲間を増やしているんですね。気前のいいボーナスと外面のいい男のことで稼げるホステスたちを囲い込むわけですか。それじゃ僕が案内しますよ。お願いします。いやー、ちょっと杉浦ぐらいのイケメン連れてきてくれんと。阿久津さん、今夜のヒロインをお連れしました。クイーンルージュの沙織さんです。ああ、ここじゃん。なるほど、こりゃ前評判以上だ。来なよ、頑張り屋さんにはご褒美をあげて明日もっと稼いでもらう。阿久津さんの噂は金がない。まあ、明日飛ぶけどな。有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ、疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋か。でもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろ。そんなこと。そしてこっちがお待ちかねのボーナスだ。100万円入り。普通の OL さんなら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなのか、白崎先生。どういうことですか。前にも RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。ああこいつ。そん時は河合のことを聞き出そうとしてきました。神室町はさ、もううちの門がいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくんだよ。俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだが、それが今日は弁護士の女先生とはな。なんで俺んとこに来た。誰の差し金だ。あ、どうやらまずい状況みたいですね。冷静。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたのか。まずい状況なのは私ではなくあなた方がです。まあ来るよな。あれ東。よう、思ったより探すの大変だったよ阿久津。まさかの杉浦くんじゃなくて。な、東。沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだな。三下もお前が組抜けてから小山の大将だって。笑わせんな。三下はてめえだろうが東。ここ顔見知りか。お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやるよ。いやがる、お前は一度拾った命だったのね。まだこっちは全員出揃っちゃいないよ。ああ、本当にぶっ殺してるのは相馬の方なんだがよ。海藤さん復帰してきた。とりあえず今夜は、てめえらで我慢してやる。海藤さん、海藤、てめえまだ殺されたんなかっただよ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めんかな。え、美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。東、沙織さんのこと好きすぎだろ。一丁ケーキの頼むぜ。そうですか、ではお三方やっておしまい。
おっしゃすごい。ドロンジョ様みたいになってる。ないようだな。EX を。痛い痛い痛い。ちょ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 。待って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 。今こっちの見せ場なんですよ。なんか出た。なんか出たぞ。お、転び技だ。今のいいの当たったと思ったんだけどな。こいつこれすぐまずい。タフネス Z が出た。何やってんのか全然わかんない。あぶね。なんか状態異常になってる。ほら、あ、くそ。なんだこれ。え、なにこれ。いろ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 出るな。なにオレンジジュースで仲良くなんかそんな元気になるの。カイトさんかわいいとかあんじゃん。いろいろ出るな。やっぱまあ数減ってきたら割とやりやすくなるかなって感じ。いって。これなかなか当たらないな。東はもう伸びてるしな。これタフネスめっちゃ出る。あ、東ごめん。私の代わりに東が受けた。
最後じゃない？もうこいつ一人じゃないか。あーなんか来てる、もう来てるな。なんかもったいない使い方した。強くなるね。一応酒飲んでるとき EX 溜まりやすいスキルを取ったんだけど。うわあ、いって死ぬ。もっと本気で来い。何があるかっていうのがちょっとよく分かってない。攻撃食らわなくなるのは知ってるんだけど。もう逃げらんねえぞ阿久津。今回は楽そうな感じだったね。これでゆっくり話せるな。全然だって血もついてないし怪我もしてないから。やっぱ3人揃うとあれなんだ、最強なんだ。相馬はどこだ？あいつはどこに隠れてる？知らねえ。あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。なんだよ、結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ？お前らはなんであいつの言いなりになってんだ？相馬はどんな相手の嘘も見抜く。昔からそうだ。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうがごまかしが効かねえ。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えてかすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。すごいな、この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。アホか、そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。登場会を抜けるのだって誰より早かった。普通組み抜けるには大金がいる。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ？けどそう思うよ。登場会に先がねえと踏んだ途端国から飛んだ。よく飛べたね。上に一言も伝えず金も積まずに出て行っちまった。そんなのただで済むわけねえだろ。だよね。だから俺は奴が飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この組は終わりだ、俺が殺されるわけがない、余裕だって。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがった。どういうことだ？あの頃もう登場会って組織には組抜けるもんまで構ってる余裕なんてなかった。それを相馬は見抜いてたんだよ。で実際無断で組抜けたのにあいつには誰も手出さなかった。確かに相馬はスルッと組抜けた最初の一人でした。目端が効くのは間違いねえ。登場会が先細ってる間あいつは地下に潜ってRK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけか。俺に相馬を仕切る器はねえよ。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで裏からそれを操るのは相馬。
RK に引っ張り込まれた時から俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに自分が見えてるじゃねえか。阿久津、相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか。公安？じゃあ相馬が河合信也をカムロ町で探してた理由は？知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。桑名を追う理由は？いや。なら相馬と公安の接点は？何でもいい。思い当たることはないか？知らねえ。なんだよ思い当たることって。まさかな。いや、あり得るか。ん？なあタボ、もしかしたら相馬は公安そのものだったかもしんねえぞ。ん？どういうこと？あり得るな、あの感じは。ああ、公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る、そういうのをエースを作るってんだ。狙われるのは右翼とか左翼、反体制的な市民団体とかそういう連中でよ。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして公安は自分らのエースにする。確かに公安はスパイを使う情報機関だ。それより相馬が公安そのものってのは何だ？公安は自分のエースを見つけて育てる。だがな、公安の警官自身がスパイとして潜入することもある。例えば極道の組織にな。まあ法ではあったもんな。警察の情報にやたら詳しく、二重スパイなんてものがありますよ。嘘を嗅ぎ分けるのがうめえって極道が生まれる。じゃあ相馬がその潜入捜査官だったってこと？さっき阿久津が言ってたろ、相馬は組を抜けるとき東上会全体に先がねえことが見えてた。若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。東上会のこともカムロ町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は東上会の解散を見越して動けたわけか。ええ、そして組を抜けたあいつがやったのは東上会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだったってのはどうだ？その手のやつらを公安で把握監視するためにだ。実際 RK は今も俺とか元東上会の極道を勧誘してる。つまり RK って組織はチリジリになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安のやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたらどうせまた別の新しい連中が出てくる。そいつらを一から調べ直すより把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分でやっちゃうってズブズブの癒着じゃねえか。相馬が公安の潜入？おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。何が？あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。相馬が本当に公安で今俺が話したことを奴が聞いてたとしたら。おい阿久津、相馬に筒抜けだったらどうだったんだよ。消されるだろ。相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。あー、あ、死んだ。今回は死んだぞ。やめろ。今回は死んだぞ、悪いやつ。いや、海藤さんがちゃんと東守るのいいな。全員殺した？